なるよ。雨の若い子も死んじまいおったか。そうだ、友を弔いに参ろう。我が子は死んではいない。私の夫は亡くなっていない。私は親愛な友なのでお弔いに来ただけじゃ。どうして私を汚れた死人と同じように見るのじゃ。くそ。この任務には私めの巫女竹見和地の神を使わすのが良いでしょう。期待してます。ではお願い申す。ああ、恐ろしや恐ろしや。第4話、最終話。いやさかーキュー。いやさかー。二柱の神は、出雲の国の稲佐の小浜に降り立ち、戸塚の剣を抜き、波打ち際に逆さに突き立て、その剣の上にあぐらをかいて座る。僕にこう聞いた。天照大神、その御事なりをもって問われるに。豊橋原の千秋長いお秋の溝穂の国は、わらわの御子雨の押し褒美の統治する国です。お前が勝手に治めている足原の中津国は私の御子が統治する国になるぞと言いつけられた。足原の中津国は誰が統治する国なのか答えよ。私めが申し上げることはできません。我が子八重琴城主の神が申し上げるでしょう。けれどもカラスと遊び、魚を取るために美穂の岬に行ったままで未だ帰っておりません。デクアン、またまたまた。よう、いねえのか。仕方ない、探してここに連れてくるか。雨の鳥船の神を派遣し、間もなく八重琴城主を連れ戻し、僕らは再び問われた。さっさと返事しろや。どうなんだ。国を譲るのか譲られないのか、何かの企みでもあるんですか。企み？あるに決まっとるじゃろ。もちろんですよね。ああ、すまんすまん。国を譲るのか譲らないのか。お母ちゃんには内緒やぞ。急いで、急いで。お、いいね。大きな声だと周りに気づかれます。小さな声で。それもいいね。この際何でもありじゃ。あ、すいません、日本酒飲みながらでも。用意がいいの。さすがわしの息子。いざいざこそこそ、いざいざこそこそ。お主もなかなかの悪じゃの。いえいえ、父神ほどでは。
気分がとっても良くなってまいりました。わあ、し、声が大きい。すいません、大きな声を出してしまって。いそいそ、こそ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 。国譲りの際にはそりゃテンション上がってしまいますわ。よろれにほよろれにほ。やばいって、殺されるって。僕と話し合った末に琴城主はこう申し上げた。恐れ多くもこの国は天つかみの巫女に差し上げます。テイクツーホールドツー、よーい。恐れ多くもこの国は天つかみの巫女に差し上げます。かあ。以上です。琴城主はそう話すや否や自分の船を踏み傾けて、おりゃあ、天の逆手を打ち、えい、青伏垣を作り、その中に隠れてしまった。焼肉、焼肉食べ放題、行きたいです。今お前の子、琴城主の神はこの国を天つかみの巫女に差し上げますと申した。まだ話しておくべき子はいるのか。もう一人の我が子、竹見な方がいます。この子以外に話しておくべき子はおりません。そこへ竹見な方が巨大な岩を頭上に持ち上げてやってきたんだ。我は竜、誰が我が国に来ようとしているのか。おら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 、力比べをしようではないか。やってみろよ、こら。私がまずお前の見てをお取りしたい。三日月の神がその手を竹見な方に取らせましたが、取ろうとするとつららになって立ち、いや、なんだこれは。また取ろうとすると剣の刃になり、こいつには勝てない、体が動かない。次は私がおめえの見てを取りたい。竹見一地が竹見中田の手を取ると若足を取るように押さえ投げ放った。逃げるが勝ち。待てこら、逃げんじゃねえよ。竹見一地は逃げる竹見中田を追い、信濃の国の諏訪湖で追いついて、まさに殺そうとした時、恐れながら私を殺さないでください。ここを置いて他の場所には行きません。また私の父大国主の御事の言葉を違えず、八重子と白主の言葉にも違えません。足原の中津国は天津神の御子の思うままに治めください。献上いたします。手間かけさすなよこら。最初からそう言えよ。二柱の神は再び大国主のもとへ戻り、最後の話し合いを行います。お前の子ら、ニシンは天つかみの巫女の言いつけに従い、たがえることはないと申された。お前の考えはどうだ。すべて差し上げましょう。ただし、私の住むところは天つかみの巫女の天津棺して治める世のご立派なご住まいに似て、地の底の岩に宮柱も太く、高間ヶ原に地義も高い宮として放置なされれば、私は国土の隅々の多くから身を引き、お使い申し上げます。国譲りは成立。大国主は出雲の国の田岸の小浜に雨の宮らかを設けました。港の神の孫、串頭の神を料理まかない人とし、
雨の教員を開いたのです。以上が国譲り神話の基本になる物語ですが、この世もあの世も神次第。わっ、今夜は宴会じゃ。さあさあ、皆さんどうぞ。今夜は飲もうぞ。ああ、武見和地さん、あ、どうぞどうぞ。飲んでくだされ、飲んでくだされ。まあまあまあ、鳥船さん。まあまあ、一杯。さあさあ、どうぞ。我のしほみみば、我によそれをなして逃げ帰り。さあ、まだまだいけますわよね。さあ、おかわり、どうぞ。おっと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 。へつらでばかり。次の。地の底の岩に宮柱も太く。高間ヶ原に地義も高い宮として、落ちなされる。この竹三日月の神には、だからこそ、国を譲ろうと決めたんじゃ。豊橋原中津国。ずいぶん惚れ込んでるのね。こんなにいい男はおらん。へえ。この男になら豊橋原中津国を沸かせられる。あんたじゃ。大国主様、飲みすぎですわよ。ほどほどになさいませ。わからない。ついにまた鳥船の神が男前。こんなハンサムな男はおらんぞ。どうじゃこの男と。来たー、ドストライク、すってき。良いではないか。あらあら、大国主様もすごく酔われてますわね。本当に良いお酒だったんですね。楽しい時を過ごされたようで。ひどみさん、ご指名です。あら、私をご指名？高くつくわよ。いやさか、いやさか、ひゅーひゅーひゅー、いやさか。